自作ウォーターサーバー水槽、ろ過装を入れてしばらく回してバクテリアを繁殖させたので、ついに魚を泳がせました。この間投稿した時に、どんな魚が泳ぐのか楽しみですってたくさんコメントをいただいたんですが、おそらく皆さんの期待と反して僕が泳がしたのはゴンズイでございます。ゴンズイ好きなんですよね。毒トゲを持ってるので釣り人には嫌われてるんだけども、この幼魚ならではのゴンズイ玉と呼ばれる、この密度の高いソーシャルディスタンスを無視したかのようなこの群れ、この動きをね、なんかずっと見てると催眠術にかかりそうですよね。この子たち今何匹ぐらいいるか分かりますかね。パッと僕は 3,40 匹連れてきたつもりでいたんだけども、数えたらなんと90匹もいました。びっくりした。すごい密度だからね、一見分かんないんだけど。でこれ円形水槽なんで、こう向こう側にいるときは大きく見えるんですよね。でも手前側に来ると意外と大きくないと。手前に来て、手前に来て、来た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 ね。こんな感じで海に住むナマズの仲間なので、口の周りにヒゲがあります。この水槽ね、ろ過装が下でこんな感じで回ってんだけど、かなりのろ過を入れてます。バクテリアは十分だと思う。これライトでね、いろいろ部屋を暗くしてライトの加減を変えてみると、なかなか癒しのインテリアになったので、ちょっとやってみましょう。これが明るいバージョンですね。部屋を暗くするとこんな感じ、映えますね。ゴンズイのこの黒い体に黄色いラインがとってもよく映えると。で僕が好きなのはこれ、この感じいいですよね。こういう癒しのインテリアってありますでしょう。いい水槽になった、我ながら。あとはろ過がちゃんと働いてくれることを願います。